もう稽古始まった。いや、いつだっけかな、5月かな。なんかワークショップとかもね、ちょこちょこやってて、で6月ぐらいから多分本格的の、本格的はそんぐらいとか。もうずっとね、この日のことをずっと考えてた。 本当に最後来るのかなって。いい意味で早く切ってほしいなみたいな。やっぱワークショップやるんだ。いや、そんな珍しいと思います。花火だわ。花火大会なんだ今。すごーい、ありがとう。花火メイクいい、まあ、これでいつも本番やってるんですよ。ちょっと今日はもうご飯を食べに行きたかったから、早くメイクを落とさずにご飯行っちゃった。かっこよく見える。全然ね、多分下から映してるからアイラインが強く見えるんだろうけど、全然ね、かっこいいメイクしてないよ。治安悪め。いや、それは多分さ、ちょっとウィッグをかぶってて髪がぐちゃぐちゃっていうのもあるし、服がね、黒いから、それだけやん。そう、ウィッグつけてるとね。待って、そんな全然強そうなキャラクターしてないのに。うどん食べたよ、昨日の夜も食べたし、今日ね、そう、すごくて、今日ね、屋台が来たの、楽屋に。うどん屋さんが。それでかっけうどんを食べた。本番前に普通にご飯食べられるのがすごい成長だなと思う。ジャージのおかげでイケイケおかぶりに見えるらしい。今日の満月、あ、見てないや、曇ってたから私今日は見えなかった。でも昨日はみんなで夜ね、星を見た。 流れ星とか見え、言ってないよねこれ。流れ星2回見たの。本当にこれ嘘じゃないの、すごくない？嬉しかった。もうね、地面に寝ちゃった。すごい綺麗に見えるところを見つけて。でも願い事とかそういう問題じゃなくて、もう普通にもう見つけたいと思って。冷蔵庫だ。本当に髪がすごいね、すごい、やばくないこれ、すごくない？ すごいぐちゃぐちゃ、こうなっちゃうのよ。今日はどちらに？香川だってば。香川だよ。香川ね、夜は涼しいよ。やっぱ海がすごい近いところで今夜やらせてもらってるから、ちょっと朝とかちょっとわかんないけど。でも今日はね、島に遊びに行った。なんか今まではこう前乗りして1日こう場当たりして、それで1日1回公演本番って感じだったんだけど、なんか場当たりもね、飛行機で来てるから結構いつもとスケジュール違くて、今日は本番夕方、まあそれまでも場当たりまだ続いてたりしたんだけど、島の名前、読み方っていうかな、メギ島っていう、合ってるっけ、ここに行ったよ。
近くてね、行きやすかった。うん、早くメイク落とさないと。ブロブロだよ今みんなすごい格好相まってかっこいいって言ってくれてるけど、全然だよもう。終わってメイクボロボロ、早くお風呂入んなきゃ。晴れてロケーション最高。そうだね、私が行った時はすごく晴れてたから写真も、いやーもうね楽しかった。ちょっと時間的にあんま何もそういけな食べたりとかできなかったけど、一人でカメラこうやってポンって床に置いて、人がそう、その時時間はいなかったから一人で写真撮ってイエーイって言って気持ち悪いよ、何なの一人でやってんだ私。セビア事変リハ対しました、もちろん。そう、もう上げてない写真が200枚ぐらい、2、300枚ぐらいあるよ。いっぱい撮っちゃった写真でも、載せるところはこれはもうあれだな、ブログ行きだ。あ、確かに。でもユバスでもね、自撮りじゃなくても自分とかじゃなくていろんな景色の写真とか載せたいけどな。めっちゃ撮った写真。今日も生かしてる、本当？おー、よかったすごい疲れてそうな顔して、やっぱメイクが濃いからね。チュンって乗せる乗せる。でもちょっと今余裕がないから、撮る方に今集中しちゃってるから、落ち着いた頃に。落ち着くかな、もうね帰ってからもすごいすぐにお仕事がいろいろ、怒涛に帰ってすぐにいろいろ収録あったり、そのカウントダウン TV のライブもやらせてもらったりするから、それのレッスンとかももう結構入ってくるので大変忙しい。なんかもう余韻に浸る間もなく、まあでもしばらくはもうずっと AKB のいろんな活動っていう感じね、日常に戻るって感じなのかな。今日見に行って、ああ本当見に来てくれて嬉しい、ありがとう。いや本当にありがとう、もともとここに住んでた、近かったのかな、ありがとう。楽しんでもらえたね、素敵なストーリーだよね、面接も誇りです。こういうなんか素敵なね、子供たちにたくさん見てもらえるね。ちょっと今日はもうビジュアルがもうボロボロ状態でというか、もう本当に、ま、これはいつものごとく当たり前の話なんですけども、あげないでください、もうこの時間だけで楽しんでくださいYouTube にあげるとかも本当ダメね、うー絶対ダメ。お疲れ顔だからもいつもダメなんだよ本当。うん、まだね、ウェンディのメイクを、髪型はね、違うけどね。お風呂入ってくるだね、もう一瞬終わったらすぐもうお風呂入るよ。明日に備えないとね。明日は13時公演なんですよ。
筋肉痛ですか？いや全然、もう私はそんな戦うぜって感じのキャラクターじゃないから、もう。セリフ暗記しててすごいね。私は本当全然覚えられなかったけど、今では。でもね、やっぱり東京でやってるみたいに毎日やってるわけじゃないから、やっぱり間が空くとね、どんなに慣れてても不安になるもの。さすがにやっぱ本番前とか一回セリフ返したりするかな。ほんとボロボロ すっごいもんね、髪の跳ね具合がこんなだよ。もう何、10年間の間なんていろんなベクトルで、まあそうね、いろんなことやってるよね。なんで出てきたの？なんでだろう。気分そんな大事な話はないですよ、私から。充実してる？そうだね。してると思う。あ、してるしてる。美味しいもの食べてるから。でもなんかやっぱ自分個人的に見たら、やっぱね、いろんなところに行ってね。でもなんかやっぱりね、なんか卒業する子多かったり、そのこの間もさ、ひーちゃんが卒業発表したばっかりだけどさね、みんないくらこう自分の道に進む前向きなこう旅立ちだったとしても、なんかやっぱり自分がこう何年間もここにいるとさ、どうしても、あ、別れだなって思っちゃうから。私ね、こんなにさすがに多すぎるとね、どうしても本人たちが前向きでも残されたみ、なんかそういう気持ちになっちゃうから、次ね、まあ、卒業した後も全然会えるんだけどさ、なんかいろいろ考えちゃうよねっていう、悲しくなっちゃう。なんかそれを今こう、なんだろう、新しくそう外で舞台とかで出会った人たちと過ごして、なんかそこでこうごまかしてる感じ、自分的に。なんかそれでなんか多分お家で一人で過ごしてたら、なんかね、考え深く考えちゃったりさ、いろいろ振り返って悲しくなっちゃうんだろうけど、でも行く前にひーちゃんと LINE してても、お互いもうドーって涙なんかもう流して、もうこの間もう死んじゃう、3時4時ぐらいになんか号泣しちゃった。私だからもう帰ってもね、今こう作品で一緒になってる、過ごさせてもらってるキャストさんたちと会わなくなったら、まあ、3ヶ月過ごしたって言ってもね、やっぱり AKB のところに戻ったらまた感覚戻ってくるだろうから、深く考えちゃうんだろうなって。だから今はそこに打ち込んでる自分がいるから、なんとかこうダークサイドにダークサイドに引きずり込まれないで済んでるのかもしれない。でもそんな別にそんなにグループがこんな曇ってるとかそういうことじゃないんだけど、個人的にね、
よくこのタイミングでワンピースの実写見たとワンピースが好きなんだごめん、ね、ワンピースはちょっとね最初の方しか見てなくてごめんね、わからないんだ。メンバーのみんなのモチベが心配ですね。どうなんだろう、私そういうのについてはまだね、みんなと、まあ、ちょいちょい個人的に何人かと話したりするけど、みんながみんなどう思ってるかとか、先輩たちとかどう思ってるのかなとか全然話してないから、どうなんだろうね。仲いい人いるんだってやば仲いい人いないと思われてる？いますよ、いますよ。ねえ、りんちゃんの X の LD もう普通のツイ、最近もツイートもう書きたいことがたくさん、もう山のようにありそう。多分私余裕であとあの量のかける3ぐらいいける、全然かける。総合的に見たらやっぱりゆいゆいと一緒のお仕事、一緒にいる時間っていうのは多かったけ多いけど、総合的に見たらでもやっぱり最初もひーちゃんその韓国に行ってる時間とかもあったけど、本当にやっぱ最初入りたて出会った頃からずっと一緒にいてって、うん、そういうのはやっぱりひーちゃんが一番一緒にいたから、うん、こういう言い方したらなんか上からみたいな感じにちょっと見えちゃうかもしれないけど、やっぱ自分より年下の4、5歳年下の女の子のさ成長をこう近くでこう見てたっていうか、そう今よりもずっとこう無邪気でいたずらばっかしてて、でもそんな中でもひーちゃんがねこうみんなのことをいろいろ、まあ一番やっぱりパフォーマンスの面で昔から別に今ああいうキャラクターにこう面白い自分から言ってるところもあるけどさ、あるけど昔からそういうところ私は支えてもらってたし、ごめんねメール書きたいんだけど全然もうちょっともうこれは明日終わるから、うん、ちょっと明後日ぐらいにちゃんと身の回りの方自分の頭の中を整理してねえっていう。タケル長文もそんなものですね、そんな狙っては書かないですけど、そんなことなんかね宣言してるみたいじゃねえな。ここまでちょっとみんなの期待に応えられるものは書けないけど、魂抜けたじゃんひーちゃんの寝顔の話で本当ではなんか最近全然話題にならないけどさ、そこはちょっとミーヨンさんが確立してるようななんか寝顔、そう確かにね、そうだよね、実はそういう一面もあるっていう寝顔担当でも最近ひーちゃんが寝てるとこ見ないよ全然。
ピーちゃんタフだよね。いや、ソンミンはすごい相当無理して頑張ってるのよ、あれは。そういう気持ちの面とか強いところあるかもだけど、ピーちゃんはほんとね、すごい弱いのにすごく強く頑張ってるんだよ。そんな私の服はいつも穴開いてるわけじゃないですから。実際開いてるけどね、穴じゃないけど。素敵なレースで風通しは、まあ、そんな風通しいわけじゃないんだけど。これとかなんとか言ってたらなんかすごいなんかまとめこうYouTube とかでまとめて配信されそうな。やめダメだよ、ブー、やめてね。されると思います。じゃあみんなが全力で止めてよ。私は今見てる人は味方だと思って話してるきっとみんなは私のこと好きで見てくれてる人だと思って話してる。ねえ、なんかナイーブになっちゃうよね。なんか何話してもさ、なんやかんやね言われて、なんか全然強い方だと思ってたけど、あ、そういう風に思われちゃったみたいな。そりゃみんなも発信したがらなくなるよねっていうね。ね、もう好きでいさせてほしいから、みんなのこと好きでいたいからさね。わかんない、好きな人は多分そういうのしてないのかもしれないけどさ、もうそういうのが自分のこう目に見えちゃったり聞いちゃったりするとさ、みんながこう敵に見えてきちゃったりするから。そうね、そんなの今に始まった話じゃないんだけどね。9年前からずっとそうなんだけど、でもこうやっぱりなんかみんないなくなっちゃうんだって、こう自分が持ってる時になんかそういうのを見ると弱ってるわけじゃないけど、好きでいさせてよって。自分ってこんな弱かったっけってすごい思っちゃう。私もうずっと、まあ、今何分経ったか分かんないけど、ずっと自分の顔やばいなと思いながら今話してる猫落としてからやればよかったな。そうだから余計にもう今日あげられたくないのよ。30分も経ってるの？めちゃめちゃ経ってるね。11時だ。ぐちゃぐちゃだよ。やばい。思ってくれるの、伝えてくれるの嬉しい。あ、そう言ってくれて嬉しい。もう最近控えるようになっちゃった。昔はね、もう全部何でもかんでもみんなに言いたい、聞いてもらいたい、この気持ち一緒だったらいいなって思いながら、なんだろうね、自分がどんどん大人になってきたからなのかな。あんまりこう言いたくないって言うとなんか意地悪みたいな言い方になっちゃうね。どういう言い方が合ってるんだろう。これってもう
自分の中だけで、自分たちの中だけで完結した方がいいのかな、みんなには伝えない方がいいのかなって。でもそうすると自分たちの中では燃え上がってても、応援してくれてるファンの人がいるのにそれを言わないのってなんか失礼なのかなとか、そこが好きでみんな応援してくれてるんだよねとか、なんかすごいいろいろ考えちゃうんだよね。上の人はなんと、上の人ってこと、大人の人ってこと、何のやつ。りんちゃんの好きなように、でも好きなようにしてもいられないなってすごい最近すごく思っちゃう。会社の人は、ごめんごめん、何の話だっけ。こんな乱れがみんなカッコつけてんのかって思われそうお家帰ってからちゃんとしてる時にやればよかったかしら。パンクロッカーみたいでいい？やばちょっと今の顔やばかったやだちょっと今の絶対にもうスクショとかやめてほしいな、今のちょっとノリでやりすぎちゃった、ちょっと今のちょっと気持ち悪かったね。言いたいことが、いや私は全然外、あのみんなに向けて今話してるのは、上の人とかじゃなくて全然全然今まではね若干むしろなんかそういうところあったかもしれないよ、なんか自分がキャプテンやってた時とかさ、そうじゃない時もね。でも最近なんかそこをさあ味方っていうか心の拠り所だったっていうか、そういうなんか話したいと思ってたみんなはなんかあれって違うんだって、なんか私を好きでいてくれてる人たちが私にもっと愛伝えてほしいな、そしたらそうあれって最近なんか気にするところがそこじゃなくてあれってあれ違うくなってきたなって、いやみんなは多分ここにいる人はみんなはそうじゃないって信じてる。いいですね、その調子です優しい。悩んでますな、なんかなんか前なんか悩んでるっていうか、今までは言いたいことばって言ってたんだけど、でも今すごい配信しながらもあこれ言っちゃダメかなみたいなことが増えたから、で自分の中で別に禁止されたとかは一切ないんだけど、これ言ったらこういう風に思われるのかなとか考えるとすごい喋りながら迷っちゃう。それがちょっと悩んでるみたいに見えるのかもしれないけど、あなるほどね、だから大人の人になんか禁じられるのみたいな、そういうことを言ってたのか。全然それはない、それは一切ないです。ないよそんなの、今までもない、むしろ
そういうのなんかちゃんとルール作ってほしいなって思ってたぐらい。ひーちゃんの好きは、そう？変？そうかな。でもクールだったよね。私も見たけど。すごいクールな、かっこいい感じのね、発表の仕方だなとは個人的には思ったけど。卒業発表の動画見たの？もう私はもうあれで見たよ。普通みんなと同じタイミングで見たよ。あ、なるほどね。もうないんだ。でもそういうものなんじゃないの？ずっと残ってるものじゃなくない？そういうのって。くまちゃん飛んできた。ありがとう。誰？にゃんこだよ。はじめまして。あれ？はじめましてだっけ？にゃんこだよ。ありがとう。私のファン？ありがとう。いやいや、闇じゃないでしょ。そういうものでしょ。そういうショーじゃない。だってこのショールームだって別にそんなずっと残ってるわけじゃないし。お行儀って言われそう。ちょっと熱いな。消されたなんて言い方すごい闇みたいな言い方やめてよ。今日食べた。すみません、パスタ美味しいとか言おうとしたけどちょっと話変わりすぎてちょっと激ヤバ女みたいになっちゃう。でも本当に美味しかったの、今日食べたパスタ。麺多いね。いやーもう大好き、麺大好き。自分の部屋心配になる。なんで？なんで？まあ、汚いけど相変わらず散らかってはいるけど、そんな心配にならない。遠出してる時なんか自分の部屋で何か起きるんじゃないかって。何にも。何パスタ好き？まあ、麺の種類も結構好きなものあるけど、あとで今日新しく覚えた麺の種類ちょっと忘れた。でも自分でカッペリーニとか買って冷製パスタ作ったりしてるよ。なんちゅう話してんのよ。大丈夫だから大丈夫だよ。何の話してんの。海鮮は好きだけど。うどんも食べて、私昨日はねあさりのうどん食べた。
アサリが入ってるやつ美味しかった。今日なんかロック、いつもは多分顔よりちょっと上のところにカメラ置いて喋ってるの。でも今日はあのそれはやっぱ対等じゃない目線が。でも今日はもしかしたら自分の目の高さより上の台がなくてこういう机に置いてってるから、多分みんなが見下されてる気分になってそういう感じに思ってる。だからじゃない、ちょっといつもより私の顔が上にあるからやばい、林岡部に見下されてるって、だからロックな感じに感じるんじゃない。適当に言っちゃった。ロックだぜ。見下し林岡部。わかんないけど、この角度好き。やだ、私もブサイクに映るもん下からなんて。9割の人はね上から映してもらいたいよ、何でも全てがよく映るからね。ジャケ写、待って、私一つジャケ写やばい映りになった、自分で見て。下で輪になって下からそれでずっと笑っちゃった、やばすぎて。それは私のポテンシャルの問題です。こんなにこんなに自分の顔が歪むことあるって、しょうがないのも、そんなのも私の問題、違う、誰がどうとかの問題だって、私の問題なんだけど。いじってる。それはいじってんのよ。自分で決める、決められるわけないじゃない、そんなの。そんなのはもう、新曲の赤ドレス、あれ一応でもあれドレスじゃない、あれは、うん、ワンピースだと思うな。ワンピース、どういうこと？ね、わかるよ。またショップ周りあるのかな？どうだろう？でもここ最近ね、まあでも変わったってのもあると思うけど。いやでもあるんじゃないかな、予想してる、あるのではないかと。ゆうゆうと踊りのスリーショットよかったねえ、ねえ、あれめっちゃいいよね、あの写真めっちゃ好き。そう、撮ってすぐにこう、この写真好きと踊りが言ってくれたのが嬉しかった。撮ってすぐこう取り合いっこしてたの、写真を。まだ写真載せてないのいっぱいあるんだけど、ちょっとね整理する時間がなくて、余裕がなんか足かゆ。リミスタ町あるのかな、もあるか、この流れで言ったらあるか。どの写真になるんだもん、やっぱあれかな、ラワー T シャツかな、ジャケ写のね、もしあったら何になるんだろうね。なんかちょっと赤いな、靴ずれかな、なんでだろう、超独り言。え、何がいいのみんな。私ね、スーパーラガーシャツかな。え、ほんと？赤
い。あ、本当？赤良かった？私的に赤ちょっと、私あんまあれあんまあれかなって感じだった。ゆいゆのあるそのあのソロみたいな感じ。でもあれはゆいゆのさ、やっぱその今までのセンターの皆さんのあれと同じようなそういうテンションで撮ってるやつだから、ああいうカットは私は撮ってない。私はそもそも撮影時間日数がみんなよりもう全然少ないから、その時間あのジャケ写は関係ないか。どうなんだ、すごいね、今知るかって話しちゃったなったしね、みんなには分からない話をしちゃった。配信すればするほどこの疲れた顔を晒してるからマイナスですかね。何の話してるの？明日に向けて休まなくて大丈夫？ねえ、早く寝なよってね、わかる？何時間ぐらい寝てる？全然日によって全く違う。打ち上げ、いや無理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 、明日帰らないと。だって、ね、後日あったらいいなぐらいのね、いけるかどうかもわからないけど、明日はもう終わったらもうすぐもうみんな自分たちの帰る場所に。船長のお弁当、あーあの YouTube のやつね、ちゃっかりいいお弁当食べちゃってたけど、私美味しかったよ。そうですよ、キルにつきますよ。次の仕事あるの？まあさすがにその日はないけど、もう次の日からも朝からもう仕事がデロロロロロラーンってあります。一番に帰る自信ある？いやいやいや、もう飛行機でもうピューンだから、久々に飛行機乗れて、私窓側の席だったの、行き嬉しかった。飛行機からの景色見れるの好き。自家用ジェットすごいみんなそういうキャラにしようとしてくれる、ありがとう。じゃあもう自家用ジェットっていうことで売れたなぁ、だって自家用ジェット乗れるくらい。そうそうそうなの、自家用ジェット買えるぐらいさ作ってメンバー初だろうね、自家用ジェット、私が初めてなんですかとか言って具体的
やだよこんなコメント欄、やだよ。なんなの。あ、楽しいの、よかった。私は全然楽しくないよ。嘘だらけ。なあ、ブリリン、お世話ありがとう。ありがとう、ブリリン。ありがとう。もういいの話はもう私は飽きた。もうやだ、もうやだ。もうしたくない。もうやだ。何なのその人の、何、1年以内に結婚する確率ないよ。だ、何なの、だからな、してほしいの私に。何なの、だみんな私のこと好きなんじゃないの。何なの、好きなのになんでそういう意地悪なさ質問してくるわけ。しないでだったら分かる。何、ないよ、もう分かんない。裏返しね、好きの、好きの裏返しね、したいから。でもその気持ちを伝えられなくて、このいじらしい感じを、そういう意地悪な質問でしたくなっちゃう。そういうことだね、その心は。そういうことだね、そういうことにしとくね。それですね、だってわかりづらいわそのアプローチ。言われてるよ、小学生のアプローチだからって言われてやんの。言われてやんの。やーいやーい。ショールームはファンじゃない人も来るから。え、そんなことないよ、絶対そんなことない。あ、ファンかアンチかみたいな、そういう枠組みだったらそうなのかもしれないけど、いないよそんな、そんな、そんな。面白いね。明日ミラモンリーチュールいるんじゃない、いると思う、いるとはず、明日いると思います。 X たちがもうほんとみんなさ早いよね。もうで Twitter って、いや X に変わったってことは知ってる、でもなんか変な意地だよね。なんかもう Twitter って言いたい。だってあれは Twitter だと思ってインストールしたんだもんね。Q とかも痛くない。X にポストしてる。対応早っ。X でポスト。Twitter でツイートするだから。リツイートだからも。引用リツイートだから。リポストするだよ。バコーン。間違っちゃいないけど。ご褒美じゃないから。はあ、寝ますか。
ダメだ、喋ってる場じゃないんだから。本当ダメなんだよ、一切喋んないで喉を休めて、そういうことしないといけないんだよ、本当。寝ようかな、いや寝ようかな、寝なさいよってね。はい、もういいしょ。11時半だって、ダメじゃん。なんかかっこいい、ありがとね、ありがとう。じゃあなんかすごいなんか書くことをしなかったから、それで罪悪感感じてるね私。メールを全然送れてなかったから。って書くって言っても全然どっかにご飯食べに行きましたとかそんな話しかないんだけどさ。うん、全然、じゃあね、みんな、バイバイ。私は明日、ミタパンの大千秋楽に行ってきます。すべてが最後になるからね、ルーティーンも。でも、花火大会の達成ポイントって何が起きるんだろう。なんか一玉もらえるみたいな。なんかこれを達成すると何が起きるんだろう。花火セットがもらえるの、花火大会の有料席に招待してもらえるとか、なんだろう。知ってるみんなこれ、なんか誰か言ってた、自分で調べろやってね。一玉危ない、なんか買えるの花火で。本当に言ってる、線香花火もらえるの、そうなの。ありがとう花火。あ、ごめんな、私がそんなこと言ってるから催促してると思う。違う違う、そういうことじゃない、シンプルに気になったの。線香花火もらえるんだ、おお。線香花火好きだよ。関係ないんかい、アイスなんかいい、全然関係ないじゃん。なんで花火なんだ。ありがとう、ごめん、そういうつもりで言ったんじゃないの。ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。違うの、ありがとうね。ごめん。ありがとう。アイス嬉しいけど、欲しくてわざわざ話題にした人みたいになっちゃってるから。全然。ありがとう。ちょっと落ち着いた頃にいろいろ。そう、だから、剥がれの時はそのメイキングのね、公式で動画が上がるから自分でも回さなかったんだけど、回せないってところもあったんだけど、まあその原作ものこういうのあるからね。そう、でも今回ピーターパンとかはそう、ちょっと撮れる部分映してもいいっていう部分も結構あるので、ちょこちょこ今日、まあ千秋楽の日かな、東京とかは全然撮ってなかったんだけど、動画ちょいちょい回してたので、また時間できた時にまとめてファンクラブまでに載せられたらなと思ってる。うん、じゃあね、おやすみ。さらっと終わるよ。おやすみ、ありがとう。また見に来てくださる方は明日。じゃあね、なんかごめんね、長くやっちゃって。バイビー。